最適調理済みの食材がいくつか組み合わさって一皿に仕上がることを僕は料理と呼んでるんです。料理好きだったんですよ、小さい時から。小学校ぐらいからなんか料理作ったりね、パスタらしきものをなんか作ってみたりとか。僕はみんながフランス料理っていうとちょっとだけ違うとこ行きたくなるタイプなんですよ。当時フランス料理やりたい人がやっぱり大半を占めていたんですね。で見たらイタリア料理やるやつほとんどいなかったんですよ当時。でこれはここで一等賞になる方がだいぶ簡単だなと思ったのが一つで、もう一つはイタリアンデザインに対する憧れがすごくあったので、それで僕だけフランスじゃなくてイタリア行っちゃったんですよ。もっとかっこいい料理だと思ってたんですよ。それこそロビションが作るようなね、すごい料理の世界がイタリアにもあると思ったら、もっとずっと大衆的で素朴だったんですね。で俺はこんなことしたかったのかなってすごい悩みまして、もうこれは自分なりに解釈してイタリア料理を自分なりにこう作っていくしかないのかなと思っていたところに、グアルティエロ・マルケージっていうお店に勤めることができて、でちょっと料理観が変わりました。料理の座右の銘が過ぎたるは及ばざる如しなんですが、やりすぎるぐらいだったらもう足らん方がマシぐらいのね、どっかで止めるというこの一歩手前でやめて美味しくするっていうその感じっていうのは僕マルケージさんからいただいたように思います。はい、ヨーロッパから帰ってきて店をやった何人かその同期ぐらいの連中は本当はミシュランとかにいいも悪いもね何か言ってほしかったんですよ。すごく孤立無援でね、日本の大阪でもしかしたらローカルで一生懸命作ってるけども誰も見てくれないって、誰もその存在を知りもしないような状態でやってるっていうのがすごく辛くて、何か言ってって思ってました。イタリアから勲章いただいた時は初めて認められたと思いました。多分そのローカルの人たちに響く味だったとか料理だったということであっても、やはりイタリア人がこのイタリア料理美味しいねって言わなきゃ僕としては納得できないわけですよね。イタリア人がそれを認めてくれることがもう本当に心から望むことでした。いろんなタイプの店をやりましたけども、その店に対する投資を惜しまない、でこれは僕の夢の実現でもあるけれども一緒に働くメンバーたちの夢の一部を形にしているものでもあるわけですよね。余計なことで嫌な思いとしんどいもさせたくないんですよね。それはものづくりをしたい人間はみんな本当はそうだと思うんですよ。だからその気になったら何でも作れちゃうんだよということも見せたいし、でそしたらこんなことができるようになったり、これがやりやすくなったり、この器具前提の料理は器具がないとできないわけですから、そういう部分も見せて彼らのこれからのねやっぱ料理人生にやっぱプラスになってほしいと思いますね。最初に店を始めた時に自分が一体何をやってるのかだんだん分からなくなってきたんですよ。イタリア料理やってるつもりだけどイタリアのままやってるわけじゃないし、僕のやってることは何なんだろうと、何をもって絶対これでいいんだっていうね、その相対と絶対みたいなものがあったら絶対値みたいなものが欲しかったで考え至ったのが最適化だったんですよ。最適にするということは最強ですから、世界のどの国に持っていってもその調理に国籍はないので最適調理イコール世界最強なんですよね。料理って、飾りの多い料理もあるけれども基本的にはモダンデザインだと思ってるんですね。虚飾を全部排していく、ちょっとした付け合わせとか飾りとかそういうのを全部省いた時に残る一番シンプルな形が本質ですよね。そこがいかに最適に調理されてるか一番おいしい状態になってるかが一番僕は大事だと思っていて、そこを目指してます。僕にとってミドとは
僕の生きる道だと思います。やっぱり自分が一番得意でね、いろんな方々に喜んでいただけたり、そういう人生のお役に立てることが僕の仕事だと思ってます。